私はその伊藤道場立ち上げた時に、うん、やっぱりそういうなんで誰でもなれるプロレス界を変えたいっていうか、はい、自分がやってきた80年90年のプロレスだから歴代に先輩たくさんいるから、うん、あのね、自分がこんなこと言ったらちょっと他の先輩たちはどういうふうに思うか言うか分かんないですけど、あくまでも自分がやってた時代の全盛期の時代のプロレスを、うん、まあできる人たちを育てたい、はい、まあ、昭和のプロレスなんで分かりやすい、はい、見た人たちにも、はい、うわって思うね、あれでも立ち上がるんだっていう、プロレスだってすごいんだぞっていうのを見せたいですよね、はい、うん。はい、翔太です。今日は女子プロレスラーの伊藤薫さんに話を聞きに来ました。伊藤さんといえば、サリーさんの師匠としても知られている方なんですけれども、現役の女子プロレスラーとしてフットスタンプが得意技というのは自分のような女子プロレスにあまり縁がなかった人間も知っております。で、もう数日後には、サリーさんが中島ありささんの持つシードリングのシングルのベルトに挑戦することが決まっている。この大一番を前に、師匠伊藤さんはどんなことをこう思うのか、ちょっとそこに興味があります。で、伊藤さんといえば前女の、まあ、あの方だったので、前女のすごいものすごい壮絶な話もお聞きしたいと思っております。ではちょっと行ってきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。自分隣にいていいんですか？いや、ぜひちょっと下でから蹴られないように気をつけます下からペンペンでやられたりとかしないように。でもね、この間のイベントでもおっしゃってましたけど、14歳の、ね、そうですね、14歳の時からで、なんかこの間ちらっと伊藤さんおっしゃったんですけど、初めて見た時にやっぱ花があったって。そう、なんかね、花っていうかキラキラしてましたね。うん、そんな子、まあ今までもないですけど、はい、あんまりいないですよね。まあ他の教えてる子たちには申し訳ないですけど、はい、うん、そう、なんか、うん、すごくなんか初々しいな、初々しい、14歳なんでね、まだ中学校、はい、中学生2年生3年生3年生か、そうですね、だったんで、へえ、はい、それはね、若いのは当たり前だし、うん、ね、あれだけど、なんかね、もう汗かいて、なんかちょっとほっぺた真っ赤にしてくるみたいな、挨拶しに来てくれて、まあ、その時に向こうでなんかその京子さんが見られたのがサリだったんですけど、はいはいはい、なんか本当になんかもう、あの子なんだと思って、うん、まあ顔もね可愛かったから、はいはいはい、うん、キラキラしてましたね。なんか本当に若さだけじゃなくてあ、この子はもうプロレスを続けられれば、うん、マスターになるなっていう感じでしたね。なるほど、うん、ありがとうございます。伊藤さんの目から見て最近のサリさんの活躍とかってどう思われてますか？そうですね、まあまあやっぱすごいですよね。まあこれ自分いねえやん。いやなんかちょっと待って、どういう顔して聞いたらいいかいいじゃないですか。どういう顔もしなくていいですそうそう、なんかね、本当になんだろう、まあ私にとっては、まあ、14歳から同じだから、うん、まあ娘のような存在で何も変わりはないけども、うん、やっぱりその会場に行ったりとかこう一個こうやっぱね仕事の場面に来ると、はい、やっぱりあ、大人になったなっていうか、はい、なんか、うん、スターになったんだなみたいな、うん、感じはしますよね。まあ、私は全くタイプは違うから、うん、まあ、サリみたいになれるわけでもないし、うん、まあ、だけどなんかそういう素材が来れば育てられるなみたいな、うん、まあ本当のプロレスラーとしてね、はい、うん、伊藤さんの目から見てサリーさんって、うん、伊藤さんの先輩と、まあ、後輩いっぱいと思うんですけど、うん、はい、強いてあげるとこの人に似てるみたいな感じはあるんですか？ね、私はもう前から言ってたんですけど、長谷川さっきにそっくりですね。あのそのまあ試合の雰囲気とか、例えばその試合中に行くぞとかってアピールとかもそうだし、手上げたりとかする一個の仕草がそっくりなんですよ。なんかあんまり多分なんだろう、あの世代的にまあみんな栗原選手だとかね、裏投げもらいました栗原選手に似てますとかって言うけど、私からしたら長谷川先でしかなくて、
そうそう、全然長谷川崎の方が似てますね。へ、うん、長谷川崎さんが引退したのが1996年の3月31日で、うん、私が生まれた日なんですよ、その日が。怖くないですか？で、その裏投げも長谷川さんがずっと使われてて、うん、いろんな人にこう伝授されてて、自分が最終的に、はい、受け継がせていただいて、栗原選手にまで行って、栗原選手からサリンとも来たんですよね。なんかすごいな。で、まあ、その後、まあ、自分は同期なんで、一緒に長谷川の栃木の田舎まで会いに行った時に一緒に来て、そうそうそう、もっとこうすればいいんだよみたいなことをさらっと、へ、うん、あ、じゃあサリさんも会ってんですね。そうなんですよ、うん、はい、そうですね、うん、うちの同期にはちょいちょい、はい、そうなんですね、はい、でもで、あの、今度伊藤さん、あの、そのサリーさんと、サリーさんが、まあ、そのシードリングの中島アリさんに挑戦する試合があって、で、僕はあの、その中島さんもそうだし、サリーさんもこう全然の流れがあるこう、なんていうの、2人なので、勝手にその歴史を感じながら、今なんか私の中島選手ってどっちかというと JRP のイメージだったんですけど、あ、サリーがアルシオンだって、アルシオンだっけ、一番初めなんか A2Z A2Z の練習生だったんですよ。あ、そうなんだ。実はその時堀田さんに A2Z を誘われてて、へー、そうなんだ、はい、なんか下田さんとか、そう、自分が中国にいたのかな、うん、で、下田さんと堀田さんがと自分帰ってきた時あったんですよ。で、まあ、そういう話してて、そうそう、だからなんかそういう歴史をたどった2人が、ね、ってことは自分と堀田さんがそれを聞いた時に、うん、あ、自分と堀田さんがこれやってるのと同じなんだなと思って。なるほど、はあ、まあ、自分と堀田さん数々の、まあ、デスマッチをやって、はい、壮絶な試合を結構やってきたので、なるほど、まあ、54分とか試合、45分とか54分とかデスマッチとかやってきたから、そうやって考えると、なるほど、あ、今度の試合って堀田対伊藤みたいなものなんだと思って。なるほど、一瞬ちょっと思っちゃいましたね。でも本当、中島さんとそのサリーさんってちゃんとこう、なんていうんですかね、まあ、変な言い方ですけど、こう見ててうわって、その昔伊藤さんと堀田さんの試合に多分感じたような、なんかこっちのこっち、あ、痛い痛いっていう痛さが感じる試合みたいなのがちゃんとできる。そうですね、うん、まあ、だからこれが普通の人はできないでしょっていう試合ですよね。そういうことですね、はい、そう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 、誰もがプロレスラーっていう、うん、そういう、まあ、私プロレスラーやってんだ、プロレスラーなんだって言えるかどうかっていうところの境目だと思うんですよね、うん、はい、うん、私はその伊藤道場立ち上げた時に、うん、やっぱりそういう、なんで誰でもなれるプロレス界を変えたいっていうか、あ、はい、自分がやってきた80年90年のプロレスだから、歴代に先輩たくさんいるから、うん、ね、自分がこんなこと言ったらちょっと他の先輩たちはどういうふうに思うか言うか分かんないですけど、あくまでも自分がやってた時代の、全盛期の時代のプロレスを、うん、まあ、できる人たちを育てたい、はい、まあ、昭和のプロレスなんだけど分かりやすい、はい、見た人たちにも、はい、うわって思う、ね、あれでも立ち上がるんだっていう、そうそう、プロレスってすごいんだぞっていうのを見せたいですよね、はい、うん、分かります。だ、そういうところを、まあ、見せてくれるんじゃないですかね、やっぱ。で、体はまあどっちも大きい方ではないし、うん、ちっちゃいですけど、うん、ね、うん、でもそれでも、うん、このそういう人たちが、他の人たちが見て自分たちにはできないなって思うような試合ができるんじゃないかなっていうふうには思いますね、うん、やっぱりその誰でもできるね、プロレスやりたいって言えばやれますよじゃなくて、うん、まあ、どのプロレスもすごいと思いますよ、あの、私にはないものだしできないものだから、うん、でもできるものっていうか、自分が憧れたこのプロレスやりたいと思ったものはここにあるんで、うん、まあ、それを残していきたいなっていう、はい、うん、ふうにやっぱり思ったし、逆にだからそういう子たちがこういうプロレスを継いでくれたらすごいのにと思うんですけどね、こんな可愛い顔してあんなことするのって、うん、そうですね、こんなことできちゃうのみたいな、うん、うん、それでも立ち上がるんだ、すげーって、うん、そうですよね。で、まあ、この子は全然違うかったのは、やっぱ、まあ、ビジュアル的にも可愛いし、やっぱり雰囲気的にも可愛いし、ね、その、なんだろう、別に
プロレスは二の次の人もいるじゃないですか、はい、そういうルックス的なものがあったりとか、うん、まあだけどやっぱりそのプロレスで見せたいっていう、うん、可愛いっていうのは嫌だ、うん、ねあのまあ自分は全然自分とはかけ離れた伊藤さんとか京子さんみたいな試合がやりたいっていう風に来ちゃうっていう、うん、でやっぱりあの全然平成だしゆとり世代の子なんだけど、うん、プロレスに関してだけは昭和なんですよね面白いんだけどこれね誰かにも言われたんですよこの間サリーって昭和が残ってるよねってなるほどいいね全然変なところに逆に今の時代に染まらないでその私たちの残したいプロレスを継いでくれてるんじゃないかなっていう気がやっぱりするし、うん、そこにはこうなんか受け継がれてるものが、うん、あるのかなっていう、もちろん私たちのプロレスとはまた違うかもしれないけど今の世代のそういうプロレスが、うん、一回ダンプさんかなんかの還暦の興行の時に、はい、歴代の全日本女子プロレスの先輩たちが、まあ、自分も関わったことがない先輩たちがずらーって並んでたんですよ、うん、席に、はい、あの後楽園の、はい、でその時に、まあ、自分はあの、まあ、お会いしたこともない先輩たちもまあ控室とかにいらっしゃるんで、はいはいはい、まあ、あの挨拶とかしてやって試合終わった後にその先輩たちがバーって来てみんなねえ全女じゃんとかっつって、まあ、自分はあの長代さんのところの宝山選手っていうその若手の子がいるんですけど、はい、その子とその頃はまだ新人だったんでやったんですけど、もう全女じゃんってすごい言ってもらってなんかすごいなんか嬉しかったですね。今はまあ残せてるんだなっていう、その歴代の先輩たちが見てもそういう風に感じてくれてるんだなっていうことに自信も持ったし、うん、やっぱそのプロレスを教えていってるってことにもねあれだなと思ったんで、だからあの全盛期の時代の先輩たちが見てそう感じてくれたことが嬉しくてすごい、やっぱりもうこれはやっぱ残すしかないなっていうか、うん、だからこうサリーみたいな子たちでこのプロレスラーだって胸張って言えるような選手が、うん、ね、あのもっと増えればいいなっていう、そうですね、うん、サリーさんとかもう試合まで2週間ぐらいなんですけど、はい、なんかいつもと違う感じですか、それともまたこれはこれで乗り越えなきゃいけないもんだから変わんないですか。そうですね、まあ、緊張感はありますよね、うん、まあ、ベルトかかってますけど、ね、久しぶりのタイトルマッチなので、なるほど、はい、ここはもう必ず取りたいですね、うん、まあ今サリーを見てるとあれですね、やっぱりこの2年半とか2年ぐらい前その向こうに行ってた間のこの自分のプロレスっていうものが爆発してる感じですなるほど、うん、今日もありがとうございました。いや、最後にというか、あの、うん、サリーさんの、うん、なんか今後というか、なんか ここだけ直せばみたいなところがあればここだけ直せば、いや直すとこどこもないですよ、まあ、この気の強さもね、はい、私やっぱその昔の選手みたいに体が大きいわけじゃないし、はい、だけどやっぱその自分はこれは絶対これだけは負けないっていうか一番だっていうものがをしっかり持ってやってもらいたいなと思ってるから、例えばエルボーだったり、はい、この気の強さだったり、はいはいはい、もうそういうところはもう本当、うん、そういうところをねこうもっと、まあ、プロレス的にはしっかりしたものをやってきてるので、うん、できると思うから、うん、私も楽しみに見に行こうかなと思ってます。じゃあ再三2週間後ですけど、はい、ぜひちょっとすごい試合を。そうですね、あのまあ本当に周りの方にも期待してもらってるんだなっていうのはすごい伝わってきますし、まあ、これはちょっと、うん、私たちにしかできない戦いってものがあると思うので、うん、そうですね、ものすごい試合にしたいと思わなくても自然となってしまうと思うので、はい、もうリングの上でやるだけですね、はい、分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。でも全女って、うん、まああのなんて言うんだろう、もう一言で言えないいろんなことが あるあります、ね、と思うんですけどありますね、うん、なんて言うんですか、喧嘩になっちゃうようなことってよくあるんですか、うん、いやもう全女の時なんか喧嘩ばっかりですよみんな、はい、もう喧嘩しかないですよ本当に、あの